野毛大道芸第42回を迎えます。それで年に2回開催してたことがあるもんですからこういう回数なんですが、実際には31年目になります。で一番古いのはこういうフェスティバル的なので一番古いのは名古屋の大須です。これは大須大道町人祭りという名前なんですけども、これは大須観音中心に位置が立つんですね。縁日が月2回かな。でそれに関連してて、まあ歴史的な炭化灰とか工場で売るやつですね、そういう敵屋さん系統なんですが、そういうので、大道芸があって、それを、発展させてってフェスティバルに行って、一番の老舗が名古屋の大須、続いてるのは継続して続いてるのは名古屋の大須ということです。で、それとは別に野毛大道芸が1986年から始まりまして、実際には85年に1回やってるんです。でそれはカウントしません。その時は野毛大道芸という固有名詞なくて、大道芸と露天画廊っていうんで、こういう絵をね並べて、それと大道芸ちょっとやったんですね。そしたらどうも大道芸の方が人気があったもんだから、翌年大道芸だ、この町は大道芸が合ってるんじゃないかと、芸術的な絵じゃねえと、それで大道芸だけが独立して1986年から始まった。で最初は野毛大道芸フェスティバルです。でフェスティバルはカタカナじゃなくてフエスティバルってひらがななんですね。でこれはプロデューサーの郁夫光橋さんが、フェスティバルっていうほどの規模じゃないから恥ずかしいからフエスティバルみたいにやったというふうなことでございます。で私は85年の時初めてその辺、大体野毛で飲んでるもんですから始まるみたいな知ってて見たんですけど、絵ははっきり言うとろくなもんじゃありませんでした。で私の絵のがいいというね。それで、その時からこれは面白いやと思ったんですね。というのは、私1975年に1年間ヨーロッパの美術学校に行ってまして、そこでヨーロッパ各地で大道芸が行われている300人から500ぐらいのキャパの、小型のサーカスがやってたんですね。それ大層面白い。それでそういう印象があって、10年後にこのなんと野毛で遭遇したもんですから私もハマっちゃって、これは面白いということで、今でいうボランティアスタッフだったんだろうと思います。ノーギャラですからね。でそれで、写真展やるっていうんで公募のね、それで私撮ったやつ、8倍10っていうんですけど、この大きさぐらいのやつですね。これ100枚バンと町の人に渡したんです。そしたら賞が10個あったんですけど、悪いけど森さんが全部賞持ってっちゃったと、でこれ困るので遠慮してくれと、でいうことで客寄せのその一つのね催しですから、それで私は分かりましたっていうんで、その辺がこの町の乱暴なところでして、即審査員やってくれって言うの。写真展のそれで審査やってて、結構やったんですよね、数年。ところがね、公募するとアマチュアカメラマンが前に出てくるわけね、人見てる前に。でお前のためにやってんじゃねえって腹立つわけだけど、主催者側だからね、トラブルっちゃうとまずいから、抑えてるんだけど、ほんでだからそこからこう審査で出てきて前に出たと思われるやつはみんな落としちゃってそういうことがありました。で私は提案して、この主催者側がね写真展やったら当然そういうことが起こるからやめましょうって言った、ね、写真屋の趣味にしていいんだけど彼らのためにやってんじゃないと、だから やめさせた経過があります。でその辺から、私の撮ったポスター写真をポスターに使ってたんですが、最初はお金ゼロですか、予算で全部私もカラーやれるお金なんかありませんから、
自分で現像できたんで白黒だったんです。それがこの写真です。あの非常に今となっては貴重品、1986年の野毛大道芸フェスティバルの時のでございまして、ここに始めた郁夫光太さん、ちょっと顔が隠れてるんですが、郁夫光太さんいます。これあのこの人名前は知らず外人でね、郁夫さん連れてきたんだけど、この人後に結構有名なカメラマンになっちゃったんですね。街、だったらある日ね、あのハセブラって高いカメラ持ってる、もうええー、と思ってびっくりしちゃって、そんなことですね。でここまだアーケードございます、野毛商店街ね、アーケードございまして、でここに映ってる人ね、やっぱり、肖像権の問題があるので、街のいろんな人に誰か知ってる人いねえかって見てもらったら一人もいません。もうでここにいる小学生ももう、31年経っておりますんで、もう立派なもんになっちゃって40過ぎちゃってると思うんですかね。この中にいたら差し上げますこの写真ね、そういう貴重なもんでございます。でその時に郁夫光太さんはあのラ・パントマと、ラつかないのか、パントマというあの寄席の方に色物で出てました、パントマイムで。で最初の最初期はその寄席系の色物の芸人さんを最初の頃は呼んできていまして、その中の一人がこの2枚ありますの早野凡平師匠ですね、が来てたんですね。でその時凡平師匠 の, あの親方のパン碇さん、これは非常に、まあ、のマニアックなんで知らない方多いと思うんですけど、パン碇さんが野毛立ってたってのはこれものすごいことなんですよ実は。で、そんなことある。それで私横で写真こう撮ってるわけですからね、こうやってね。そうすると横であのおばさんがね、あれあいつ早野凡平じゃねとか指さしてるんですよ。で早野凡平なんだけど、早野凡平あいつ落ちぶれてこんなとこで出てるっつったら冗談じゃねえやと思って。っていうのは早野凡平さんはあのテレビの秒単位のがものすごい嫌いで、持ちネタでね、だいたい15、6分から18分ぐらいでも今日は4分でやってくれとかなっちゃうんですよ。それものすごい嫌ってて、で野毛郁夫光太さんに連れられて出てきたら面白いと、お客さんいじくっても楽しいしね、寄席よりもこの垣根がないと、でこれから大道芸で行くっていうのことで、パン碇さんも大いに面白がっちゃって、これから俺は大道芸で行って、翌年なんか大道芸用のなんか仕掛けも作って、あの本人はあの偽手品だとか言ってましたけど、あの来てて、そしたら死んじゃった頃にね、2回出ただけで亡くなっちゃいます。で、早野凡平さんも5年ぐらいかな、4年か5年で亡くなっちゃったんですよ。で、帽子芸でね有名ですね。これあのボクシャンかな、これはな、アーメンとかなってますね、これ、まあ、帽子こうひねってナポレオンとかね、これはパン碇さんの持ちネタだったんです。ところがパンさんはあの演劇系のボードビリアンですから顔の表情がうまいんですよ。だから俺は帽子こうやんなくてもナポレオンになれるって言ってナポレオンの顔ピュッてやるんですよね。だから帽子芸はあんまり映えないと、帽子なくたってナポレオンにもなれるし牧師にもなれると俺は。だからあの早野凡平さんにこの芸お前表情下手だからお前やれみたいなでもらって、凡平さんは500円でこの芸買ってます、ね、それで後にでパン碇さんの偉いとか、あの揚げた芸は自分ではもう絶対やんない、ね、から弟さんのショパン碇さん、あのレッドスネークカモンなんて蛇がこれ壺から出てますね、あのあれはあのパンさんの弟さんです。最初はコパン碇と言ったんですが、コパンだとちょっとショパンになったんですね。でこれもあの芸もパンさんが、家のスリッパがねこう破けてこうパクパクするんで、つっかけてパク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 しちゃうんで、これ使えねえかっていうんだあれヘビー、最初はあれだからスリッパで作ってたんだけどね、それもショパンさんがもらって、 あれで飯一生食ってたんですからね。でパンさんってそういうアイデアマンで、あの外国も待ってた人らしいんでよく分かんないんですよこの人は何やってたのかよく分かんない。であとその人も来てたわけですね。でこの辺があの黎明期の野毛大道芸です。それからフランスで郁夫光太さん、あのサーカス学校で、パントマイムの指導してたもんですから外人
も連れてきまして、いきなり最初からインターナショナルだったんです。で楽屋はフランス語です。ぶっ飛ばれちゃってるあれみたいなね、英語喋るやつちっとも言えないの、全員フランス系で、英語のやつもフランス語喋ってるんですよ。そんな状態でした。で、まずあの野毛大道芸 の, あのフェスティバルが1985年露天画廊とやって、86年独立したんですが、歴史的なことを言う と,、この建物の上の方に成田さんご存知ですね、ありますね、別院、あそこの縁日で大道芸が行われてたそうです。でこれはあの添田あぜん坊とか、あの演歌師ですね、演歌師が、出てた。それで縁日の時はあそこで、あの成田の別院の境内でそういうのは大道芸が行われたようなんですね。それからそれのお弟子さん、石田石松さん、これはのんき節で有名です。あのその人がやっぱりあの野毛別院のところでやってた。でそして、その方はあの戦後あの政治家にもデビューするんですけどね、その後も出てたようです、野毛に。で私知りませんが出てたみたいで、それのお弟子さんが桜井俊夫さんってバイオリン演歌ですね。この人はこの第1回あの野毛大道芸フェスティバルにも来ておられて、亡くなるまで出てました。これがあの野毛大道芸のあのでっち上げたルーツでございます、ね。これはあの日賀岡正明さんがそこにまとめました。あの人黒多いですから少しこういうとこもあるかもしれません。で桜井俊夫さんは私ご生前お会いしてますから、直接僕も野毛でやってたって言ってましたから間違いない、そういうルーツがあります。それからこの辺は明治開化の頃フランス軍の駐屯地です。で農衛節におてっぽ担いで農衛っていうのありますね、あれはフランスの軍隊があの行進してるんですよ、鉄砲担いで、その姿を言ってるんですね。仏軍がこの辺にいて、山手の方はあのイギリスとドイツ軍の兵隊がやって、軍楽隊でね、まあ、私はあの路上で行われる演芸は全部あの大道芸だと思ってるんで、それも含めるととんでもないあの大道芸の歴史があるわけです。でこれはちょっと、なんか大それた話で、あの文化みたいなこと言ってたから、それがまあその辺かなって、あとはろくなもんじゃない、ね、それで私があの、これ好きになった理由は、あのおばぜあの絵も絵描きっていうかね、 絵描くんですね。その後恥ばっか描いてるんで絵あんま描かないんですけど、で、例えば銀座でね、大それた私50回ぐらい個展やってるんですけどね、銀座で10回ぐらいやってたかな、すると色々来るんですよ。でまず聞かれるのは、どこの大学のだの先生のお弟子か、受賞歴は何か、どこの会員なのかと。で森直美個人関係ないですね、日本の場合。で芸能も全部そうでして、そういうお弟子で固める免許皆伝の世界なんですね。免許皆伝お墨付き、それがないとダメなんで、これは我が国では珍しく面白いじゃないかと。で自分のポケットマネーでよくやったって、お題はね、見た本人が決めて入れるわけですね、予算に応じて。だこれは稀有な存在だと僕は思った。でこれは面白い、だから何々先生が褒めてるから行くとか、最初から2500円取られちゃって映画見たら大したことなかったってよくあると思うんですよね。で要するに日本人はなんかそう頼るわけ、お墨付きとか免許皆伝、卒業学歴とかね、くだらないわけだよね。それはこれは独立してるもんですから、私はすごいあのハマったっていうのは走行にあります。でこれも文化の人だと思います。日本では珍しい、あの見せ物小屋もね、あのお題は見てからって言うんだけど、俺最後帰ろうとするとなんかおっかなそうな人がいて払わざるを得なくなっちゃって、あのねイタチなんて何本当にイタに血がくっついてるだけだって大イタチだって、金払わざるを得ない、怖くて。だからあれは強制最後に取るんだけど、強制的にみんな500円なら500円とか300円だね昔ね、取られたわけで、これは違うわけ、逃げちゃえばいいんですよ、金ねえ場合ねで酔っ払ってん時、バブルの頃はおおしっかりやれ気に入ったって10万円入れたやつよ、酔っ払いのおっさん、はい、そんな時代があったんですね。最高10万でした、
驚いちゃって、ね、ちょっと飲ませてもらった、ね、そういうことでございます。で今年の、ポスターですが、原画はこれです。あのだいぶ時間かかって大変なんだね、はい、いや本当大変なんです。これ薄塗りで、私はパレット状で絵の具混ぜませんので、原色のチューブのやつを薄く溶いて塗ってて、乾いては塗ってんで濃さ調整していきますから、非常に日にちこんなもん1枚ね、2週間以上かかってますで、まあほんで、まあ、印刷するとね、その重ね塗りして出した絵の具の輝きって出にくいんでしょ。でこれ北九州の、印刷団地で刷ったもので、最新鋭の印刷機です。日本に 1,2 台しかないという。でこれはどういうのかっていうと、あの印刷インクってあの点でドット状の均質な点の集まりなんですね。この印刷機は点がバラバラなんですよ。パターンになってないで、大きさも微妙に変えてある。でそれ何っていうと、4色で色重ねた時に同じパターンのドットだと重なってモアレが出ちゃう、シマが出ちゃうことなんです。出ないんですよこれ。でこれのこれなかなかね、あのはっきり言って予算なくて、あの森さん安くやってくれっていうんで、とんでもない値段でやってるわけこれで、インターネットでいろいろ調べてここにたどり着いたんです。そしたらここの最新鋭の印刷機入れたもんで3800万ちょっとかな、印刷機。それで元取んなきゃいけないから、であのこれの送ったらば、あのなんか大層面白いから、これねうちの宣伝、印刷機の宣伝になるからよろしいでしょってんで安くやって、のげラッキーなんですよこれとんでもない安いのこれ、はい、とんでもない安い。この辺は文化じゃありませんけどね。それで、私もう来年70になるんで、そろそろね、成長しました。で、まあ、そろそろねこういうバカバカしいのも引退かなと思ってて、この町で飲んで50年、野毛で飲んで50年、女に騙され60年というね8歳の時から騙されてる。で、それもそろそろ引退で、こういうこれだから撮ってるバカいませんこの頃ね、だから少ないわけですよ。だからそれもあるしね、これ家でね昔あれ早菜ボンペ俺撮ったってニタニタ4畳半でしてんで気持ち悪いですから、あのこれは、まあ、まとめて、本当はね一回写真集出してるんですけど、その頃と大道芸シーンが変わってますから、私にお金があればね、時事出版で600万ぐらいあれ写真集出せますから、本当はまとめたいんだけど無理だから、まあせめてあの写真展でまとめてやりたいなと思ってたら、新八重座からあのお声がかかりまして、去年私が手掛けたポスター展やったのが割に好評だったみたいですね。で今年も何かやってくれってんで、渡りに船であります。それで、先ほどあの、失礼ながらあの配らせていきました、これですね、これを開くことになりました。で野毛大道芸のルの野毛ですからね、黎明期のこういうのを出したいのと、少しあの、野毛も出しますけど、やっぱこの最初の頃その大須は一生懸命やってたわけですけど、野毛は2番手なんですけどね、最初からこの割に早野凡平さんだけじゃないんだけど、すごい人が来てたもんですから、だいぶ影響を与えたと思うんですよ。他のそのバン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 今大道芸フェスティバルどれぐらいあるのかなって言うと恐ろしいほどあるわけです。でそれ多少の影響あったかな。であの野毛大道芸ね、古いから天狗になっちゃってんの主催者側がね、冗談じゃないよと、周りの後から出た大道芸すごい進化してレベル高いぞっていうことをあの野毛で出してやろうと思いまして、野毛の写真は実は今回少ないだこの、ま、界隈でやっている、まあ、押すのもちょっと出ますが、出しますけども、そんなんであの野毛だけじゃありませんので、もしも時間あったら明日からなんですね、この後すぐ行って貼らなきゃいけないんで、大変で、10時から朝の10時から夜の10時までと長時間1ヶ月です。だから私いませんそんなとこそれなので、あの行ってね、まあ、森さんにちょっとワインなんか持ってきたってダメですから、あのいませんので、お気楽に、お気楽に。で後であの見たよって言えばね、芳名帳も多分置けないので、あどうもありがとうございましたって言っちゃってね、うまいことできますから、あのお時間あったらぜひ見ていただいてよろしくお願いします。それでね、これ
今これで20分経ってね。で、石村さんがなんかね、こういう段取りでやったらどうかってね、いろんなことを言っててね。本当に。すごいんだよね。すごいこと言って、メモってあるんだけどね。挨拶。道で芸を行うということ、序論だって、そんな難しい。日本と外国の例、歴史的経過、歴史的経過、この野芸のことについてはちょっと言いました。が、日本の芸能の場合、芸そのものに、大脳がお金出すってのは少ない。だから、神事ですね。神事でそういうやってご祝儀みたいのはもちろんあるんだけど、芸そのものに対して投げ銭やるっていうのはあんまり伝統ないんですよ。だから人集めしといて、そこでなんかガマの油売るとかね、そんなもん嘘に決まってんだ、あんなものはワセリンなんだんだね。でそれで芸で組んで、ああ切れたらすぐ止まるんて、そんなに止まらけないわけ、あんなのね。だからそれ大道芸で、そうやって面白いじゃないね、ガラスなんかピューなんて、コンなんてパカッと穴開いたし、あれ見て、うわす、必要もないのにガラス切り買っちゃったりなんかで、お前は空き巣かみたいな感じでね。あれがそういうタイプの、物販のための客寄せの大道芸っていうのは割に我が国は多かったですね。それは伝統であったわけです。だからこれ始めた時はそれ伝統ないところでやってる西洋型の大道芸です。西洋型の大道芸は芸に対してお金投げるって言っても、帽子置いてあるんですよね、ここにね。芸人さんのハットマネーっていうんですが、そこに志入れていくと。で芸人さんは要求してないですから、法に引っかからないわけですね。勝手に入れてんだからね、帽子の中に落っこったお金いただくだけなんで、後でね。で要するに芸人お金払う、そのをやり始めたもんですから、最初投げ銭っていうとね、本当にお金投げるやつがいてね、危ないんだよやってる人ね。でだからそれも教えなきゃいけない、投げ銭っていう言葉が良くないっていうんで。それでみんなコインばっかりだからなくなっちゃうね、お金ね。だからしょうがない、スタッフが両替屋なんて看板つけてる、そういうのは懐かしいです。ちょっと腰痛がりしたね、昨日脚立から落っこっちゃってね。でこう頭腫れちゃってね、ベレー帽ね、これ花粉症でね、私花粉が頭皮で痒くなんですよ。でかっこつけてるわけじゃありませんので、すいません、かぶったままで、それで落っこっちゃってね、ちょっと座らせてね、ちょっとそれで何だっけ、西洋のそういうタイプを持ち込んだ。で大相撲もそういうところ、最初の黎明期の大相撲僕見てないから分かんない。そこに今出てる方今日見えてますから、名古屋から見えたわけじゃないんですけどね、東京から駆けつけていただいた方いる、ね、緊張しちゃって喋りにくくてしょうがない。それで、西洋型、私がヨーロッパで見た1975年、これは手回しオルガン、バーバリーオルガンって言うんですよね、カードになっててガーッと音をするやつね。それでお金もらったりなんか、そういうのを見たり、それからサーカスですね、サーカスが開いていて、サーカス芸人さんたちがまたサーカスのステージに上げられない、勉強中、試作品の芸なんかをサーカステントの外で、出番が1日3回か4回ですから、サーカスね、その空いてる時に大道に出てってやるんですよ、大道芸人という形で。そこでお客さんの反応を見て作品的に練り上げてってサーカスにかけるみたいなところがありまして、サーカスと大道芸は一致してます。でヨーロッパの方はアゼンボーさんは政治批判やってましたね、石田石松さんもそうです、権力に対して茶化すみたいな。でこれはヨーロッパでは最初からあります。ですからベネチアの、マスクカーニバルですね、仮面かぶってやるカーニバル、あれはかぶっちゃうと誰だか分かっても何言っても追及されない。だから貴族の悪口とかね、そういうの平気で仮面かぶってやっておったんですね。貴族の方もそれ聞きたいから自分もかぶって出てくるということなんですね。どっか行っちゃったな、もう。まずあるやつから見せちゃおう。これは大須で行われている
乙女文楽ですね。これ吉田光香さん、この人ちょっと関西系の、文化的なものなので、この人はあの途中からアマチュアから入った人ですから、本当の家元さんみたいなところから出てきた人ではないんですが、これあの関東では見かけないので、野毛に呼びたいんですけどね、意外にギャラ高いんですよね。で2回失敗してます。野毛はあの2万円ですからね。2万円とね、食事でしょ、シューマイ弁当かな、来ないよ名古屋から。で非常に残念で、私としては各地ね全部見てるわけじゃないですか、チラチラ気になるとこ回ってるから、これね横浜でやりてえなっていう、国立なんか出てると思うんですけど、あのそういう方なんかもあるんです。これ名古屋大須です。ね、話飛ぶんだよね。これ今日ね貼るためにこう持ってきてるので、ここであのお出しするような形になってないんだよね、申し訳ない。今急いでやりますね。で少しずつあの写真出してきますね。これはあのヘルシー松田さんです。石崎町で撮影したものですが、この人も第1回目の野毛大道芸フェスティバルから出てます、老舗ですね。それから横浜的な眺めでは、これはワンマンバンドのクレー、この人引退しました、体壊しちゃってね、今あの英語の先生からやってるんじゃないかな。あの味噌ライバーなんかうまいんですよ。でこれあのこれベイブリッジなんですよね。これは貴重でもう二度と取れない。この場所ダメになっちゃったもんですよね。でこれがそうです。これは山下公園ですね。これも今ダメです、この場所。他になっちゃって。これはあのユッキーと言いまして、これこの野毛の本町小学校でやってたジャグリングクラブの小学生からやってて、うまくてね。で高校生の時に相談がありまして、大学嫌いなの、勉強嫌いなんですよね。でお前じゃあプロになっちまえって言うんで、やっぱり最初から出てたあのフランスの、サーカス団長のクリスチャン・タネという人のところに相談して、フランスのサーカス学校で勉強してバンバン頭角を現して、ドイツのサーカスなんかも出てたんですよ。文化的なね門面にこだわるとね、あのなんだろうな、つまんないんだよね。これやめよう。これなんかねちょっと敵屋っぽくなっちゃってね。それでベネチアのさっき触れたのはこれなんですね。これ素人ですよ。これ2枚出そうかなと思ってるのは、西洋型の道慶さん出てくるんだけど、相変わらず、演劇系の道慶であるピエロさんから脱却できないですね。だからもうちょっとビジュアル的なところをね、あのプロフェッショナルの方にはあの勉強してもらいたいなって大きなお世話がありまして、いいんですよキャラはね。それであのここに書いてあるのもあのピエロさんじゃない、サーカスクラウン道慶ですねの絵で描いております。それで私ここあの大道芸から外れた時に、その間10年ぐらいやっておられたポスターはピエロです。私は絶対描かない。それでこれはサーカスの道慶、サーカスクラウンのでいっぱいいるんですよ道慶って。つまりあのクラウンっていうのはあの人間の本性をデフォルメしてあの派手にしたのがクラウンだから、意地汚いやつとか意地悪のやつとか、いつもあの身分不相応に綺麗な女の子に恋してしまっていつも失恋するやつとかね、それでピエロはもうあるんですね。あれはあの白塗りでね、演劇の中であるんですね。それとごっちゃになっちゃって、それから、よく我々が知っている道化はアメリカ型の道化で、大口赤っ端三角もまなこでバカバカだから
服もダブダブのね、不似合いなでサイズも合わない靴履いてバタバタしてるのがあのピエロですね、日本の。あれもいていいんだけど貧しい、とっても貧しくて、あの僕嫌なんですね。でこれ、表紙、あこのポストカードにしましたクラウン・ジュカさんですが、これは、アメリカの大サーカスリングリングサーカスが日本に、道化の学校を作ったんですね、クラウン学校、それの第一期卒業生なんです。で、彼女仕事ありません、全然食えない。これもあんまりちょっとな、高橋さん谷村さん流さないようにしたんじゃない、あんまりね夢奪っちゃう。で、この人はね先生の教えすごい守ってで、クラウン道化ね、クラウンっていうのは見た人に喜んでもらって夢を与える仕事で、それがね後でねお金ちょうだいではぶち壊しになるでしょうと。だから大道でやっても金取らないんだよね、だから食えねえですよ。野木来たって2万円とかなんだよ、食えないです、はい、で年間仕事がね言うのやめは少ないわけね。で私いろんな人に聞くんですよ、大道芸人やってる人にね。やっぱりね、ピンからキリまで、キリの方の人は年収400万ちょっとぐらい、いい方だ、押して知るべし収入からピンの方はすごいですよ、40そこそこで大道芸だけで、ここだけの話ですよ、3億円持ってんだから、特別だけどね、いる2人いる。そんでそれやって「おおしっかりやる」って1枚投げちゃダメですよあの相手見てね、自分より収入全然あるんだから、下手すんと、あの今この不景気な世の中ね、私なんかすごいですよ、年収100万ないんだから、大変な、何の話だか分からなくなっちゃうね、すいません、それで野毛絡みであの説明しますと、これがあの、本町小学校とかいろんなとこで練習しているクリちゃんのパントマイム教室と、その、生徒さんといいますか、キャリア長いんですかね、この人はちょっとメイクを落としかけた時、面白いと撮らしてって撮ったもんなんで、あんまりこう楽屋裏みたいなの出しちゃいけないんだけど、本当はね、だからそういうんだけど面白いので、内部に関わってねえと撮れねえ写真だと思うんで、これも出しちゃおうかなという。誰だか分かりますよね、クリちゃんじゃないですね、これ。そんなので、やるわけですね。それから、アメリカ型のクラウンなんですよ。これイエンタンフールスというで、こっちがあのブッチさんで、こっちがビリさんで、これはあの継ぎ当たってますね、綺麗ですけどね、これは不老者の同系で、こっちは金持ち系の同系で太ってますよね。でこれはその金持ちがあの貧しいやつをとことんからかうというのか、そういうあれなんですけどね、2人で。ところがね、これもかわいそうなんで、これね、これのメイクでこの次に当たってるのソロだと仕事ないみたいね、彼ね。この人あの今度野毛大道芸こチラシないのかな、あのイベントで、あこれもすいません、どっかに載ってないかなこれ、ね熊本支援でやるんですよ、あの熊本支援ね、それで、どっか行っちゃったの、ここ書いてないじゃんね、ショーをね、にぎわい座の地下でやります、それにこの人出ます。昨日ね、リハーサルでお稽古があったんで私もちょっと付き合いましたが、それ、入場料安い、あここにあったねこれ、ここにありますが 2ページ目のところにあります、熊本復興支援チャリティーショー、これあの竜宮城でオペレッタ、これビリーさん出てきますし、これあの2000円なんですね。それからこちらの、ジャグリング、これ目黒君ってあの日本のジャグリングではトップクラスのやつですが、やつなんちゃう人ですがあのその人に集まったところで、こちらも2000円、これ東京で見たら大変だよ、2000円で見れませんよ。
でしかもこれ野毛が全部制作費とか ありがとうございます制作費とか全部持つんだから、でそれ言ったの、その制作費そのまま熊本にやったのが金になんじゃねえのって言ったんだけど、あのそんで2000円でございまして、これですね、こちらが目黒さんの、うん、ジャグリングのトップクラスのでアート的なショーで、僕はあの実はあんまりジャグリング好きじゃないんで興味ないんですけどね、こちらの方がさっきのオペレッタですね、これ2日間、やります。これ4月21日金曜日がジャグリング、これはねレベル高いです、保証付き、これ2000円で見れるような内容じゃない、しかもその2000円はそっくり熊本城に送ります、河原にします。熊本支援ちょっとなんだか分かんないじゃないですか、漠然としててどこ行っちゃうのか分かんない、だから野毛はそれやめようと、だから熊本城に対しての修理の支援でこの売り上げ全部 100% 熊本の方が来てくれますので、物産も出しますがそれで支援する、でこちらも同じなのでぜひ、このチラシねえのかな、もうある、これあのぜひねご予約ください、これね当日ねこの大道芸出る人が見たがりますよ、というのはこれかなりレベル高いジャグリングって、こう西洋風お手玉ね、西洋風複雑お手玉って、ね、複雑お手玉、それのトップクラスがアート的に演出してやりますから、これは見て損じゃない、座れますちゃんと、だからこれは言ってください、あの全然売れてないらしいの剣が昨日7枚だっつってんから目当てらんねん、でしょうがないからね、5枚か5枚1万円でしょね、だからバーの友達なんかに配ったのかって言ってるぐらい、損はないよこれ、うん、こちらもねバカバカしくて面白いですよ、ぜひこれチラシあの持ってってね、前売り買ってよ、本当に2000円で見れないよこれ、本当に嘘じゃないね、隣あるまだ、うん、これえいるの、いる今日は、あいる、隣の事務局直接買えますからね、いやほんと損じゃないよ、当日ね5000円で売れるんじゃないかな、バフややっちゃいけないんでねあれ、見たがる人、あのむしろこちらのプロの世界の人が見たがるぐらいのレベルでございます、保証します、これは僕練習見てないんですけど、彼らの練習場所で密かにやってるようなんで分かりますか、でも彼らのレベルは知ってますから、これすごい、そうそうたるね、目黒陽介、八郎、高橋、すごいね、セクシーダヴィンチなんか何やんだか分かんないけど、これは分かんない、まあ綺麗なお尻してんだよね、あのそれ見るだけで2000円ね、これすごい綺麗だよ、女の人負けるからあのお尻びっくりしちゃった、ま、前の方は見てないんですけどね、お尻は綺麗な、すごいセクシーダヴィンチ、これあのどっちかっていうと、ゲイ系統の、キャバレなんかでもね、ゲイバーとかありますね、ああいうところのゲイのショーありますね、あれが、地上に降りてきたと思って間違いない、ソフトにね、でこれをここにその審査して通した審査員が一人いるんだけど、東京都ヘブンアーティストがあれをよく合格にさせたと思って尊敬しちゃって、大丈夫かと思って、それが来ますから、そういう趣味の方もぜひ、あのすごいあのお尻本当に綺麗だよ、触ったら500円、すごいですよ、はい、もう今は泣き、あの野毛劇場のねお姉さんより綺麗なお尻だからね、大変、浜劇はあるんだよね、ある、ありましたね、そうやね、昨日見たでしょ、あ昨日見てない、まあくだらない話になっちゃってやめよう、とにかく、このやめよう、それはね嫌になっちゃって自分で恥ずかしくなっちゃって、これが YouTube で流されるのかと思うと、あらやばい、本当にやばい、焦ってきたので、あ手帳があります、どっか、これはそうね、そういう即さないとね、まあこういうサービス精神っていうのは、大道芸人の方との交際お付き合いで少し身につけたかな、だから私美術の先生ずっとやってたんですね、中学校ね、だから森先生面白いっていうの、投げ銭もらいたいぐらいのもんですよ、ね面白い不登校の記者ですからね、全然授業受けないから美術だけ来んの、
でその後かかりっきりでしょ、教室パッパルパになっちゃってほうがね大変なんで、それから、本論、文化としての代表の本論だって、町おこし商店街での人寄せの、として行われている大道芸の現状、それから ヘブンアーティストと観察制度、イベント主催者側の都合も、芸人との関係、イベント以外で大道芸をやっていけるのか、すごいことを書いてある、これ全部言えって無理だろねえ、早稲田大学の演劇講座じゃないんだからあんなの頼みますよ本当に、それでね、大道芸のことについてはあの学問的にねまだ あんまりきちっとした論文とかないんですよ。でこれ YouTube で見てもらってね、誰か学生さん取り上げて本当に勉強したらね学者になれますよこの道で、私がなりたいんだけど語学ダメなの、日本語しかできないんでね外国の文献読めないんですよ。日本のサーカスの本なんかちょろいもみんなあれだよ、外国の文献の翻訳したみたいなのばっかりですからね、ないんですよ。この世界は未知数です、あどうも。それで町おこしのね商店街の人寄せってこれねもうあっちこっちでやってるからね面白くないよね。それでこれ簡単にできるわけですよね、照明いらない、大道芸セットいらないわけだから、どっか商店街でやる気があってね道路を止めさてくれさえすればできるので可能です。ただそれはそういう主催者がそういうふうにやって管理してくれる空間ではできるんだけど、日本では勝手にそこいらで大道芸やるとお巡りさん来ちゃったりします。でこれは私が学生の時1970年前後ですね、1968年の、新宿駅騒乱事件、あの時私新宿駅にいまして逃げ回ってましたからね、私何言ってないですよ全然ね、拾ってありってね、それ経験してるのさ、あの頃にその集会禁止になっちゃう、それから町で集まるのよくないダメなんですね、だから敵屋さんも排除して暴力団追放するって、でそれができなくなっちゃった。だから新宿西口広場ってあったんですよね、あそこだから、ギターの若者がやってフォークゲリラなんちゅうのやってたんですよね。ところが広場だからいいじゃないか、だから新宿西口通路ってなったのかな、名前ひどいもんで立ち止まっちゃいけないみたいなひどい話なんで、でそのぐらい管理されちゃってますからできません。でサーカステントも勝手に建てられない、あれ別の移動式の強行の組合みたいなのもあるんですよね、そこに金払わなきゃいけなかったりね、いろいろ土地の権利持ってるこっちの方にも行かなきゃいけないんで簡単に今ね新高島町に木下大サーカスのテントを建ってますので、あれがシルク・ドゥ・ソレイユとかそういう大掛かりなビジュアル的なサーカスと違ってちょっとクラシックなサーカス要素入ってまして面白いです。あれ安いですよあれね、料金ぜひ行ってみてくださいという、私はまだ行ってないですよ、剣持ってるんですよね、タダ剣ね、タダ剣あるんだよこれね、これタダ剣これね、あこれタダ剣じゃない割引券だこれダメだ、800円が500円、大したことないのかな、500円で見ちゃいけないですこれ、これお金つけると指定席みたい、あ席のいいとこね、プラス2500円でリングサイド A 席、いいなこれめったに見れないですからね、こういうのケチっちゃダメですね、このロイヤルイエロー席1500円、これなんかね柱がこんなってポール立って見にくいんだから、そういうのはケチっちゃいけないね、なんだこれタダ券だと思ったら違うん、あ横浜市市電保存館タダ券これしょうがないもんね、しょうがない、なんか話が飛びますね、すいません僕ちょっと精神分裂症なもんですけど、ね、昨日頭打ったんでちょっとおかしいね今日、はあ、なんだっけ、ヘブンアーティスト、東京都のヘブンアーティスト制度、これは、東京都が持つ空間、公的な空間で、OK 取った人は大道芸できるというシステムです。これさっき言った敵屋排除、それから、集会禁止ね、まあ鍵家のあれのお土産みたいなもんですが、
それでダメになって自由できないんだけど、東京都が見て問題ないというレベルの人は観察を与えて、使っていいよということ、いう制度です。で僕はなんかね、お上が大道芸許可するってのは不愉快で、遠く野毛でね悪口ばっかりしたんですよ。あんなのおかしい、したらあの審査員になっちゃったんですからね、コロリ変わっちゃって、あれはいいなっちゃってそんなに言おうかな。で内部からねちょっとおかしいところは指摘できればっていうふうに思っていて、都のお役人さんですから担当がねずっとそれだけ担当しないわけですね。突然水道局なんか行っちゃったりするわけですよ。そこまで極端じゃないと思う。だからそれはある程度いろいろ多少は知ってるんでね、啓蒙したりすることも一つの役割かなと。それからフェアにね、で落とす理由は簡単で、つまんなきゃ落とすと。だからジャグリングで言うと10個やれる方が3個の人よりも技としてはこれはすごい。だけど10個やっても面白くねえのは3個の面白い方を合格にした方がいいんじゃないかっていう考えです。なんでかというとジャグリングの技コンテストじゃないんですから、面白いかどうか、お客さん喜ぶかどうかなんで、そういうんで最近のね、開示請求ってなんですよ。なぜ俺が落ちたのか説明しろっていうわけなんだな、これ困っちゃうんだよねこれ。で簡単ですよ。だから都が嫌になっちゃってるわけだからね、あれ森っていう審査員がね、あれが気に入ったからっつって通しましたって言えって言ったりなんかしてんだけどねでなんか文句があって、いや俺が気に入ったからそれだけだって、理由は文句あんかで終わりにしちゃう。だからそんだけね、かぶる気ないから、同期は皆さんある程度実績のある大学の先生とかなんですからね、そういう真似できない。野毛は無敵でございます。それで、そんなんで審査ね、僕は審査員は大道芸の審査員は観客だと思ってます。観客が下すんですよ。だから面白い。お金ね、下手でつまんなかったらお金入んないから、大道芸人としてやっていけないから、自然淘汰されるはずなの。できないんだから。だからそれはあらかじめお上が審査しちゃって、根本的にそこにおかしなところあるんだけど、少なくとも空間が禁止だったのが使えるっていう、それだけ、それだけのことだと思います。あれは、あれはなんです。これはそれからイベント主催者のね、都合なんだよね。だから都は都のイベントでは火吹いたりはできません。火吹き禁止。火吹きって今すごいのよ。すごいんだよね、火吹き。今の火吹きすごいの。火吹きはね、基本的に燃焼性のある物質を、酸素の混ざるように吹いたところに火を吸うと点火するんですね。であれは見た目はすごくいいし、実際に危険です。あれで何人も死んでます、本当に。何人も死んです。ここの郁夫光橋さんもこの2年後かなんか火吹いて火だるまになっちゃいました、はい、目の前で見てました、燃える姿をね。人間ライターみたいになっちゃうな、あれ大やけどですよ。あれどっか行っちゃった、本当にどっか行っちゃった。こっかな。これは厚木、火吹きまくってますもんね。危ねえぞこれやっていうのに、大楽打館金粉ショーですよね。金粉ね、裸の男4人火吹いちゃうと派手だよこれ。これはすごいラフだよこれ。厚木は見てて危ねえなと思う。ブワーッと音しますからね。これこれ馬車道ね、芸人誠っていう人、これあそこの、ランドマークのとこね、やっぱり火吹いてますが、これもで私の知る限り一番吹くのはこれ、これショーっていう人。これやばいでしょ。これドクターストップかかってるのに吹いてるんですかね。やばい。残念ながら見えない。これ見たい人
厚木に行ってください。厚木はね平気で火吹きまくり、はい、でこの人偉いのはね真上に吹きますから燃えたやつが降ってくるのね。で自分だけやけどしてるんですね。これでこれ服着てるでしょ、ちょっとね T シャツ、これ危ないんですよ。あの燃焼物が付着しますから引火しちゃう。単独では燃えない程度の引火力の液体なんで、これ企業秘密ですか言いませんけど、霧状にすると空気と混ざってるからブワッていくんですね。であれこれカメラの人も多いから秘訣撮ります、あの秘訣ね、撮影の秘訣、これ高速シャッター切ったら火はこのぐらいしか映らないです。あの霧状のところに燃焼したのがこう移動してくるんですよ、ブワって。で人間の目にはそれが全部一つの、炎として見えるんですね。高速車250分の1秒なんか来ちゃって、こんなこの程度の火しかない。新聞社のカメラマンみんな火吹き飛んだ下手なんで、で教えてあげてるんですけどね、私ね、あの神奈川新聞の人なのに教えて、火吹きスローシャッター切んじゃダメ、最低でも30分の1秒切んじゃダメです。これ15分の1秒ぐらいか8分の1秒ぐらいです。だからブレてます。あの人が動いちゃう、こっちはねあれですよ、固定してますからこうやってねぶれないんだけど、相手が動いてますから、というのは火がブワッと上がってくる、下がりますからこうね、どうしても動いちゃう。でこれはあの私の見た中で限界、これ危ないです。 かなり口のそばまで炎が寄ってきてますから、あれこの辺で点火するんですよね。それでもう一本の手でパッと払うとかしないと危ないです。切らないといけないですよね。ボッてきちゃうと肺やけどしちゃう、はい、熱いと思います多分、ね、で彼もちょっとすごい、これもすごい、これはすごいですよ本当に。金粉症でね、ボーボー吹きまくりますから。でこの人たちは数回吹きますからね、シャッターチャンスは何回かあります。それと、なんだっけ話、どうもあと5分で1時間な。それから大道芸の育成、大道芸人は食べていくことができるのか、食べられるわけないんだもの。でさっき言った特殊な人いますよ、少数、極めて少数、あとはみんな食べていかれないんですよ。だからあの投げ銭よろしくお願いします、私が入んないですよ。それから食べていけない、で主催者側に振り回されないためにはっていうね、野毛の方も30年以上やってるわけですから、みんな分かってやるのって言ってるんです。私もそんなに分かってるわけないのに分かってやるのと言ってるから、そこに大道芸人さんが何か発言すると潰される。どういうこと、来年からお前うるせえから来なくていいよってことになっちゃう。それは僕はまずいと思っていて、スタッフも現場見てるわけですから、ご町内の理事さんとかそういう人がいてできてるんだけれども、理事長さんとかその人たちはこれ見てないわけですよね。実際にはこれ厚木市長見たらたまげちゃうと思うんだけど、あの見てない、知らないんでしょ。知らない人が判断して口を出すわけだから、僕は大道芸人さんも発言してもらいたいし、スタッフのね現場でやりくりしてる人の話を吸い上げて、全部実現できませんけど、より良いものにしていかないと、潰れちゃうんじゃないかなって危惧しています。こういうチャンスはあまりないですから、あえて言いますとね、偉そうなことで申し訳ない。で大道芸イベントの育成ね、これ一つは結局ねサーカス化しちゃってるので、一般の大道芸のイベントっていうのはやっぱりできるけれども、このまんま現状維持できればいいんじゃないかな。それからやはり今言ったようなことを配慮しながら、大道芸ねやっていけばいいと思うんですよね。こうなっちゃうとサーカスですからね、これ、すごいですよこれ静岡、サーカスです、これ明らかにね。こうなっちゃうと、テントないですけどね、批判しちゃいけない、批判じゃないですよ、すごいよってこと言ってます。すごい、ね、それから、これ上野の夜会地って最後のフィナーレですね。これ中国雑技団、中国のサーカスですね。これ中国サーカスですね。こうなっちゃうとね、ライトが当たっちゃうともうろサーカスになっちゃうでこれライト乏しいですけどね、まあ、サーカス的になっちゃう。それから
大道芸の育成ね、大道芸ってね人を集められるんですよ、普通ねすごい人で600人輪ができます。それ以上は見えない見にくいんで、これが東京空町スカイツリーの下でやってますが、これ、ミスターアパッチですね、ミスターアパッチがやっておりますが、こんだけ人集まってます。でこういう写真もね、今肖像権の問題あるからうかつに出せないんですよ。顔このぐらいちっちゃいなら勘弁かなみたいな感じでね、それでアップないの、観客のこの辺もまあちょっと、ぼかしてますがね、もう30年前ですからね、これはまあ出しちゃってるんだけど出せないんですよ。だからどうしてもこういう撮り方になった、つまらないです、舞台写真です、こうなっちゃってね。大道芸は観客 の喜んだ底抜けの顔とかね、そういうのとでできてるんで、それを奪っちゃった写真展面白くないんです。だからその辺すごい苦労してるわけ、これね。それからこれはあと、これ北千住の小学校の校庭でやった、これは張海林、中国雑技の張海林の石乗りですが、これだけの人を見れるのね。でなぜ見れるかっていうと椅子高いからね、それで平地の大道芸ではこれだけの観客見れないんです。でその辺が限界で、高いのじゃなくて、集めるのはこれがまあいいとこでしょうね。だから非常に道路ではこんだけの輪作れません。で野毛大道芸で最大、やっぱり上から見てて600人、道路いっぱいです。で店から苦情が来ますしね、お客が来ねえっていうんで、そうなっちゃうバランス難しい。だからこの町で一番惜しいのはこういうスペースがほとんどない。で今回もやりますが、福富西公園でちょっと大がかりな人が集まりそうなのを入れましたので、そちらは大きい輪になる、600ぐらいの人ぐらいの輪になると思います。普通は300集まれば多い方ですね。で普通の劇場が、300人ぐらい入んないとチケット売っても赤字になるみたいなとこがあるので奇妙に一致してるんですね、数がね。だから、プラスになるには500ぐらいの劇場作らないようですね、その世界では。で大道ではやはりその数字に近い数字が最大の大きさ。これコピーしたやつね、潰してって数えたんですよ、約600です。はい、でこれが大体状態としてはそんな感じかな。で今後はそんなことですね。あと大道芸はとにかくね、お客さん主体じゃないと。で商店街とか主催者が勘違いしてるのは、客寄せのためでやるのはもちろんいいんだけれども、あくまでお客さんにサービスして喜んでもらうっていう、そのもてなしの感じがありますけど、それの精神がないと僕はつまんないと思うし、自利品になる。それからなんか大道芸好きじゃない人がスタッフであったりすると義務的にこなしてるだけになっちゃうね。だ多少愛情を持ってる人が作っていかないと、作り物は、全ての作り物はダメだと思うんですね。だから大道芸の育成っていうのはそこがすごい大事だと思うの。お金も出せない、愛情もないんだったらつまんないです。それからその大道芸を見に来る方に楽しんでもらうっていう精神を失ったらダメなんですね。でこれこの英語の野毛大道芸っていうロゴは私が書いたんです。この字も私が書いたものなんですが、ここに英語が入ってます。 The International Street Performance Festival。 パフォーマンスフェスティバルじゃないんです。これあえてパフォーマーズって書いてある。これ主体は町じゃない、演じ者のための祭りである。それでパフォーマーズなんですね。これそういう意味でこの精神失ったらつまんない。で失いつつあるとこが多いです。でここの町どうなのかっていうことはなかなか難しい。でこれも批判ではなくて、僕は一番最初に戻りますが、日本の芸能の中で
あるいは芸術鑑賞の中でお客さんが見た人が価値を決めてお金を入れるっていう非常に珍しい形態の芸能の一つだと思ってるので、そこから原点、そこに原点があるし、そういうことから考えると他の変なことはねどうなのってことになっちゃうと思うんです。でこれはあの私はあのこれをお招きいただいて喜んできてますというのは、こういったことをあの本当はね本に書いて私の名前じゃなくていいんですね。これ別に名前残すとかそういうことじゃなくて、そういう心をあの伝えていきたいわけで、さっき言ったようにこのジャンルはあの芸能評論家手出さないです。誰ぞが評価し、あの評論したって金にならないですから。評論家っていうのは評論で飯食ってるわけですからね。だからこれはだから、有名な人ね、あのデビッド・ボーイ論とかね、そういうふうなの食えるんだけど、大道芸食えないです。だから書かないんだよ。従って残らない。だから野芸の成田さんで行われたその歴史どこにもないですよ、書いてない。私はあの出てたあの桜井さんが直接聞きましたんで仰天したんですよ。だからそういうことで吹けば飛ぶような芸能なんてね、はかないで、いくらあの、やってもダメですね。ただあと今はあの、YouTube というのがありましてね、検索するとあのヒットしますので、いろんな芸能映像では見ることができます。ただこれはね生で見ないとあのつまらないものだと思います。全てそうですけどね。であの生で、見るというのは大変あの減ってきちゃってますから、そういう意味で、ライブは大事だと思うし、今木下大サーカス来てますのでね、あれあのお子さんとかお孫さんにねあの見せてあげてもらった方がいいと思うんですよ。バーチャルで映像みたいなのばっかり見てたらダメなんだ。生の見ないとね、だから馬のサーカスなんてあの馬の匂いとかね、バーッとリングサーカスリング走って周り走ってるでしょ、あれの砂かぶったりしてね、それはね映像じゃダメなので、そういうのを小さい時若い時にあの体験したことが栄養になると思うんですよ。東京大学には受からないかもしれないけどね、あのそういうねことがあの大事なんじゃないですかね。今あの今日もあの映像をね撮っていただいていて、あのマジとかあの YouTube でカットしていただくと思いますけども、あの、これは僕はだから誰が見るか分かんない。だあの Facebook なんか書いてるとベルギーとかから来ますからね。フランス語だからわけ分かんないんだけど、なんか見たらしい、あのこういう写真時々載せてますから見る人いるんだね。だから恐ろしいことです。だからここであのかなりあの、サービスで、いろんなこと喋ったのもこれっきりなんだけど、映像で YouTube 流しちゃうとと残っちゃうね。だからその辺はあの難しいところがあります。ということでこれであの1時間7分で、私あの学校の先生やってましたからね、喋らすと3時間ぐらい喋ってますからね。はい、でまあちょっとあの少し脱線したんですけど、大体抑えたよね。うん、大体抑えた。ほら丸だってもう早くやめろみたいな感じで、ね、はい、そういうわけであのちょっと脱線したところもありましてね、あの私はあの単なるスタッフの一人でやってきましたので、学問的じゃありません。だからあのそれは誰かそういう方にね引き継いでいただいて、まとめていただけたらいいな、あの後に残らない芸能なんでね、それで、最後に言いますと、あの玉三郎さん、これが野芸やってきまして、出させてほしいって、でいろいろやったんですよ。ダメ、歌舞伎界で大道に降りてやっちゃダメ、ヒノキ舞台だけど、歌舞伎も四条河原のところに住んでた人が河原でやってた芸なんで、河原もんとか言う、でもバカにしてんじゃなくて、それがヒノキ舞台に行った、これは僕は良かったことだと思うんだけど、その芸能者が原点見て大道芸面白いからそこで踊ってみたいってなった時に、
ダメなの。だこれはダメでした。そういうことがこの野毛大道元の中にもありました。もう、20年以上前の話ですか、時効です、がそんなことありました。だから芸能について、どうかもう一回白紙でね、あの大道元ってそれほどあの高度な哲学を語ってるわけじゃない。だけども芸能の中ではやっぱりちょっと稀有な存在でございまして、これどうか新しい目で偏見の目を外していただいて、あの見ていただいたら、もしかしたら世界一級のを見てる可能性だってあるんですよ。本当に実際にこの町にも世界一こっちのジャンルで一の人も来たことあるし、そういうのであの舐めたら自分が損しちゃうということで、私のお話は終わりで、もう来年はもうあの呼ばれないと思いますけれども、あいつはもうダメなわけね、それですので、私もまあ、あの先ほどから言いましたように、まあ野毛で飲んで50年ということで、まあ、大道芸も携わって、30年ちょっと過ぎちゃったもんですから、まあ、幕引きだと思っておりまして、そういうなんていうのこういう胸のあれでね、ちょっと喋りすぎちゃったところもあってね、申し上げ、あの失礼なところがあったかもしれませんが、どうも長時間ありがとうございました。この際だから何か聞いてみたいとかあったら、いいですか。はい、どうぞ。先生のお書きになるポスターはほとんど、あの女性なんですけどね、僕はね、あの女性のつもりで書いてるんだけど中性的になるんです。というのはね、誤解がありましてね、サーカスの芸人さんとか、大道芸の芸人さんって甘くないんで、すごい鍛えてるんですよ、あのポールダンスの、ね、女性いるけど、この町にもね、すごい筋肉ですよ。だからごっついの首、サーカス芸人って。だから私があんまり細い首の書いたら物知らないことになっちゃうんで、首太いの、女性の芸人さんの。それでね、見た目、それからあのだいたい帽子かぶりますんで、クラウン同系はで、髪の毛隠して首太いとね、男か女か分かりにくいのね。で、私はそれでもいいと思って、中性的な感じでやってます。それから、今日今クラウン学校の卒業生の写真持ってないんですけど、その中の、30人のうち、5、6人女性ですね、率としては。ジュカちゃんもその一人です。あ、よろしいですか。あとそれで女性のクラウンはあのやっぱりあの食べられないので、結婚しちゃった場合なかなか出てこれないみたいなとこもあるみたいですね、我が国の場合。だクラウン学校が潰れちゃったのは3年で潰れちゃったのかな、あれだから需要がないんだよ。クラウン学校卒業したってね、サーカスはないし、今日本で実際にあの生きてるサーカスは3つあるんだけど、1つ公演全然やってませんから、2つしかサーカス動いてないんで、あとは中国雑技団かなんか呼んで入れちゃえばね、成り立つんです。顔見たら見たら日本人だから分かりませんから、中国雑技の人で。木下大サーカスは あえて言います、こういう木下サーカスの人はあの森がいいこと言ってたって褒めてくれないよ、あの若い人、日本人を育てようとしてる、でそれは出てる、あの若い人ですよね、多分あの体育大学かなんか出た人たちなんかじゃないかな、基本ができてますから。日本は3歳からね、缶詰状態で、芸能仕込んだら、これはもう児童福祉法違反とかないろんなのがなっちゃうのでダメなんですよ。中国なんか3歳からやってるんだから、懲戒人なんていうのは3歳からやってます。デビューが7歳ですから、30代そこそこで芸歴20何年っていうんだから、これはすごいですよ。30年そんなあれなんです。それにかなわないですよ、ちょろっと練習したって。だから、このポールダンスは健全な形になりつつあるんですが、あのキャバレーのね、ちょっとエロティックショーだったんだけどね、今はそうでなくなってきましたね。ポールダンスあちこち見かけますが、この方も、花火さんも、体育大学出たから基礎平均台ずっとやってましたからね、今だから、今ロープやってるんだけど、うまいもんだよね、やっぱりすぐ覚えちゃうね。あと何か。ないの？はい、寂しいんだ。反響ないっていうのか。早く帰れみたいな感じで。大丈夫ですか？なんか遠慮なく、あの俺こんな風な男なので、もう60年女に騙されてますが平気ですから、ね、何を言っても。何かありましたら本当に。若い方はどうですか？
何か何えなんじゃないの、大道芸に興味を失ったとかさ、なんじゃないのじゃあどうもすいません、あ、もうどうぞ、もうどうぞ、はい、野毛大道芸の芸人の選定には先生も関わり合っている、今年については関わってません、はい、というのが僕組んだらそう組めると思うけれども、うん、ギャラの面とかもあるんで、そういうことじゃなくてね、僕はねある種の専門性持っちゃってきてますから、これはプロダクションに頼んだのと同じになっちゃう、そっちあるとするとね、ますます町の催しじゃない、だからこれは町の実行委員会の討議の中で主体性は事務局とかで持ってますが、私はこれはやめた方がいいよと、危ねえよと、こいつ人柄悪いからやめますと言うけど、私がブッキングしてるっていうのはないです。例えばジュカちゃんは投げ銭もらわない人だから、他の芸人さん2万円でも投げ銭で稼ぎになるんです、彼女はならないので、なんか別の方法でね色つけられないかと、だからこれは駅のところで別の行動で客寄せでチラシ配ってなんかしてもらったりすることで、ほんのわずかそれをプラスっていうようなことをアドバイスしたりはします。はい、で私が組んだらああとはならないけども、今回のもよくできてると思います。メンバー大体毎年同じような人が多いんですが、まあ一応プロの見られる範囲の人しか選んでない、水準悪くないと思います。ただ全体的な構想的なものでは私と意見がちょっと違うところもある、一切言う必要ないっていうのがね、私さっき言ったように幕引き図ってんでね、いつまでもそんな言ってられないんで町のものにならないわけですよ。多少のそういう専門的な知識があるやつが、ああだこれこれ社交渉ってやったんで、いつまでだったって、ま、町の催しにならない。だから今回の写真展も野毛のじゃない他の町のなんかパワーのあるやつを見てもらいたい、野毛の人方に、ところが誰も来ないから、この町の人は本当に来ない、興味ないんだから下手すんで、はい、それはまあ商店の方ですからね、うちも商店だったからよくわかる、靴屋の息子ですからよくわかるんですが、まあそれでね写真展の方もまあちょっと5分で見れると思いますんで、明日これから展示して、明日からオープンになりますので、ぜひよろしくお願いします。それから先ほど言いましたジャグリングの今日というやつと、これねこのチラシありの裏表ですが、これ全然券ね売れてないですね、困ってる状態なので細々と本当これだけど当日手に入らないと思う、出た人とか出た人って必ずその芸人さんの仲間連れてきますから見るよ、これ県絶対統一ないよ、だから本当に今でしょ2000円が5000円で売れたら前で5000円はいはいはいなんて逮捕されますよ本当。それで今日買えるんですか、はい、あそこね、はい、売るそうですからはい、これはお題は先、お題は先だけど内容は私も昨日のねリハーサル見てるから、うん、まあ2000円だなみたいな大丈夫です、だから、文句あったら信じてください演出は私ありませんので、はい、冗談ですけどぜひ本当にお孫さんにも見せて、ジャグリングの方は本当超一級品の日本でトップだよね、そうです、ね、だから本当に2000円で見るんですよ、2000円、今労働省映画しょうもない評判になっちゃって言ったら大したことないのに2000円取られますよ、映画ね、生ですから、生ライブな、これを見失ったら損だと思うけども、それもまあ一つの常識だと思います、見ないのも常識なんだけどぜひ見ていただければ、スタッフの方も買っていた方がいいですよ、これスタッフもただじゃないよね、はい、ただじゃないんです、これ要するに熊本城の瓦の一枚でもしようというけなげな支援なので、全額支援、全額やっちゃうんでしょ、はい、だからこれだからその借りてさ、あそこ会場借りてね、装置のお金かかったりさ、芸人さんただってわけにいかないでしょ、
でそれだからその金をそっくりあげちゃった方が額は大きいように思うんだけどもの、なぜ熊本城かって言いますと、熊本テレビっていうのがあります。テレビ熊本の依頼で野毛から大道芸派遣してたことがあるんです。で私も熊本城でね、それ行ってて花見します。すごいですよ熊本城の花見。あれが瓦全部落っこっちゃったかと思ってショック。あそこの花見はすごい整然たる花火、花見で全員焼酎日本酒飲んでるしね、それがね酒乱れない、統率取れてる、シーンとしてるでしょ。で焼酎飲み残すでしょ、入り口のとこ置いてっちゃうね。で後から来てそれ持ってって飲んでいいの、素晴らしいよって。で張り紙してあってラッパ禁止だって。で突撃ラッパ福井してたらしい昔。あそこはあの滅ぼした祭りと母下祭りとかあるんですよ。あの朝鮮半島を攻めてますからね。それで朝鮮滅ぼした祭り母下祭りになっててラッパ服はあのまあ右翼の本拠地みたいなんですかね。すごい。あ冗談さておきそういうんであの熊本城ねの関係があるんです。それで支援で野毛から熊本に支援で大道芸やりに行ったりしてコラボレーションがあったんです。でそちらからも芸人さん、熊本の芸人さんも来るんですよ。でそしてこの企画であのとにかく支援したいという思いがありますので、野毛が儲けに入ったわけではありませんので、ぜひチケットもよろしくお願いします。というわけで1時間20分もどうもありがとうございました。ありがとうございました。小池先生です。もう一度拍手をお願いします。失礼しました。失礼の難、平にお許しを。絵いいでしょ。普通これいくらって聞くんだけどね。足元悪いところありがとうございました。大道芸、それから横浜大道芸もやりますので、その1週間前、それそのチラシないんだけど下にあるね。横浜大道芸1週間前ですから、困ったのは横浜大道芸の1週間後野毛大道芸同じ人で言ったら困るんで、それ外すんで結構苦労したんじゃないかと思うね。そうですね、出したい人いるんですよ。横浜大道芸1週間前出ちゃってんから出せないという苦しさ、後の苦しいね。あすいません、どんどんまだ30分以上喋れますからね。どうぞ席を立ち。